キスなんじゃないのこれ。うるせえうるせえ。おお、ヒントは、おお、おお、おお、ちょっと待って、これやばいでしょ。待って、嘘やろ。逃がすなよ。やるよ。ナイスチェッタ、トニーだ。私ドラゴンボール大好きです。宇宙で一番好きなんですけど、これまでいろんなドラゴンボールの動画出してきました。中でもやっぱり僕がハマっているゲームがドッカンバトル。過去にガチャ動画たくさん出してきましたけども、待てと、レジェンズやらないんですか。ドラゴンボールのスマホゲームといえばドッカンバトルとレジェンズ、この2強なんです。そこでトニーレジェンズやってないんかっちゅう話やけど、話せば長くなるんだが、さすがにコメントが多いので今回話していきたいと思う。そして後半にガチャも引く予定。絶対最後まで見逃すなよ。いっちょ行くぜ。とりあえず一旦アプリ開きましょう。いっちょ行ってみっか。いっちょ行ってみっか。私トニーレジェンズ実はやってました。過去形です。レジェンズ出たのいつぐらいやったかな。僕が高3ぐらいの時なんですよ。6年前ぐらい。アプリが出た時になんかドラゴンボールの新しいゲーム出るらしいぜみたいな世間で話題になってたんです。僕はもうドッカンバトルめちゃくちゃその時やり込んでる時期だったんで、それを超えてくるんじゃないかという期待と、グラフィックがすごい、キャラクターが喋ったり、なんかもうスパーキングメテオみたいなクオリティらしいよみたいな。でレジェンズがリリースされましたと。レジェンズが始まってから最初やってました。どれぐらいやったかっていうと、1年やっかなーっていうぐらいです。もちろん最初やり込もう、ガチで強くなろうみたいな、始めたのはいいものの、僕の個人的な意見ですよ。レジェンズがめっちゃ愛してやまない人が今画面の前にたくさんいると思うんで、ちょっと失礼なこと言ったら申し訳ないですけど、僕はドッカン派だったんですよ。というより一つのゲームをやり込み大派で、ドッカンバトルレジェンズ平等に熱量を持てるかって言われると、うーんって感じで、ドッカンバトルに全勢力を注いでしまったんですよ。これレジェンズを入れて最初多分PVP みたいなやつなかったじゃないかな。始まったみたいな。やってみた結果、私はそこで買ってしまいました。これ課金ゲーじゃね？いや、これ個人の見解です。PVP っていうのが出てから、キャラゲー感がちょっとすごかったっていうのがあったり、ガチャですよ。演出はすごい面白いけど、出らんくない？目玉。ドッカンもちろん出ないですけど、僕はやっぱなるべくゲームには課金しない、今んとこは。で、ドッカンは今無課金でやってきてて、レジェンドも課金はしたくない。無課金で課金勢に勝つことができるかっていうと、ドッカンだと無課金でも、やり込み次第では課金勢を蹴散らすことができる。私無課金で1年で LR100 体超えたんで。だがしかし、このレジェンドに関しては、やっぱり、幻突が必要で、どうしても無課金には厳しい。いや、わかんないです。僕、素人でやり込んだことがないんで、そこまでいける人はいるのかもしれませんけど、っていうのでなかなかちょっとレジェンズをやってこなかったですが、今回こうやってコメントたくさん来ました。レジェンズやってほしいって、今6周年来て激アツだって、さすがに動画にせざるを得ないだろ。レジェンズやっていきたいと思いますが、こちら見てください。はい、 Z レベル77です。100もいってないんかって話だけど、当時はめっちゃ早い方やった。石が今800個ぐらいで、ストーリーがこんな感じで、僕がやってる時は2部3部ぐらいまでしかなかったんやないで、久々入れてみたら、上すぎやろ。15まである。シャロットっていうキャラクターがいるんですけど、オリジナルキャラクターレジェンド。まだスーパーサイヤ人になったぐらいです。なんか今、ゴッドまでなれるって。いやもうそこまで来たか、ついに。あ、ありますね。こう7でさらなる先の世界へっていうのでゴッドになるんかな。プラス、驚いたのが、もう何がなんだかさっぱりわからん。もういろんな機能が増えてて、当時なかったものがいっぱいあります。もうダメだ、おしまいだ。キャラクターですよ、なんといっても。よし、いっちょやるぜ。いっちょやるぜ。僕がやってる時、一番強かったのはこの、いっちょやるぜ。ちょっと静かにして。このゴジータだったんですよ。このゴジータマジで当時もう無敵みたいな。この初期の悟空とか、パイクーハン、このベジータとか、パーフェクトセルとかが一番強い世代。もうそれから6年ぐらい経ってるわけですから、レジェンズリミティッドとかウルトラレア登場してると。なんぞやそれ！フラグメントとかこんなんもう全然わからん。初心者にはちょっと、厳しい。久々入れるともうわけわからんすぎる。何から手つけていいのかが、レジェンズガチ勢の皆さん、コメント長文になっても構わないんで、何から手をつけたらいいのか、何のガチャを引くべきで、ここをやり込むべきとか、そういう細かいところを教えてください。レジェンズの動画も今後出していきたい。この後ガチャ引くんですけど、引いた後にちょっと軽くボックス紹介もしようと思ってて、そのボックスを見て、リセマラがいいかなみたいな意見がありました。ちょっと皆さんコメントしてください。ってことで、ガチャ、引いていきましょうか。うぅー、一丁行くぜ。今、神と神来てるんですよ。ゴッド&ビルス、ご飯も来てるし、ゴジータ来てるんですよ。
ベジットも来てる。両方持ってないです。まあ、ちょろっと引いたんですけど、次が7連かな。今回800個しかないということで、7連だけ引こうと。の前に、チケットガチャ。レジェンズリミティと3体確定。100連無料ガチャっていうのがあるんですけど、今頑張って80枚ぐらいまで集めました。あと20枚、ちょっと初心者で結構難しいミッションだったんで、これちょっと100枚貯まったら動画にします。ワンリミティとガチャチケット。これをまず単発引いていきたいと思います。レジェンズリミティと全然いない。10体もいないです。引いていきたいと思います。いきます。いや頼む、ちょっと強いかどうかコメント欄で教えて、みんな。おめえはオーラに勝てない。おお、なんか熱いけど、おお、演出が全然わからん本当に。ただまあまあこれ確定なんで、多分相当熱い演出。ビッグワン、こんなことが。ひでえな、顔面至近距離。さあ誰が来る。恐怖のショーを始めようか。おお、フリーザ様。はい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 。どうなん、これ当たりなんかな。フリーザ一番好きなキャラなんで嬉しい。一丁行くぜ。続いてやろうぜレジェンズ。レジェンズリミティッド確定チケットガチャ引いていきたいと思います。せめて被りなしでいきたい。ピックアップ的にはこのゴジータが熱いんかな。ブローリーめっちゃかっこいい。レジェンズリミティッドって時点でもう当たりなんかな。いや頼む、まあ、表紙出たら熱いよね。おお、キントーン、宇宙キントーン。まあまあ確定してるんですけど、結構熱い演出なんかな、これが。いけいけいけ。金放て。金放てってあれなんかな、スパーキング確定なんかな、多分。はいはい、来ました。ブラックアガー、頼むよ。誰来る、来い。恐怖のショーを、恐怖のショーを始めよう。はぁなんでやねん、マジで。そんな奇跡ある？ 2 連続フリーザ。怖い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 。これ絶対あれやろ。だいぶ貴重なチケットやったやろ。最悪。強いなら嬉しいけど、どんな確率だ？一丁行くぜ。幸先不安なんですけど、824個あるんで、ゴジータ狙ってちょっと最後7連だけ引いて終わろうと思います。出るわけないやん。いや、ダメダメ。こんな消極的なこと言ったらいいか。7連で出ることとかあるんかな？きついよね、これ。いきなり最初10連券っていうのなかなかきつくない。だって、ステップ4からでしょ10連引けるの。それまでで1000個くらい使うやん。これは悟空でもベジータでもない、貴様を倒す者だ。ゴジータ欲しい、頼むよ。最高の締めくくり、初めてのレジェンズ動画やで。長くない、おい、熱いじゃないと今の。これスパッキーが確定でしょ。おお、いいよいいよいいよ、ブッス倒せ。入ってあるある、虹。え、待って、虹あるんやな、これ。おいまさか来た。え、俺を倒せると思っていたのか。え、ちょっと待って、汗やば、汗やば。嘘やろ。手間かけさせや。マジ。おいだ。え、まさかこいつ？それはないよ。嘘やん。さすがになんか別件確定みたいなやつやない。二枚引き来いよ、マジで。手間かけさせや。手間じゃねえ。いや、嘘やろ、マジで。次出すぞ。あ、次出すぞ。頼むよ、頼むよ。しまったな、とこれ。ドラゴンボール愛してる男の髪引きだ。ああ、ゴジータマジで出た。やったー。いつは行くぜ。せやろ、マジでよー。この引きやばすぎだし。やっぱ目玉確定みたいなやつやったんかな。あんな長い演出見たことないよ。ここは危ない。レジェンズ始めるわ。一丁行くぜ。叫びすぎて汗が止まんない。修行させてレベルマックスだけ。よし、
一応やるぜ。いやいや、もうお前は引退。キャラクターリストを見ていきたいんですけど、ゴジータ当たったっけ。これ始めた方がいいよね、絶対一番強いじゃないと今。これがあの初期のゴジータ、当時一番強かったやつだけど、多分もう今回で引退。この辺とかなんかめっちゃとつっとんやけど、これ強いんから。ガンマとかもいますけど、でもこのピッコロ初期キャラやろこれ多分。もう今となってはレジェンズリミテッドで言うと、この悟空3いるんですよ。これ当たりなんすか、コメント欄で教えてほしい。イラストめっちゃかっこいいよね、やっぱレジェンズ。ベジータがやたらとつと、もなんか入れ直したら一気にとつった。でこのブロリー、俺がやりよった時に強かった。多分今となってはきついんやない。このベジットもいます。これもなんか結構強そうやけど、どうなん。あとこれもいます、はい、ロゼ。なんか結構当たりっぽいっちゃけど、どうなんや。まあでもとつってないけんやっぱきついんかな。オレコロとかもおるし、このパイクハンとかマジで初期キャラやけど、パーキッドセルとかいて、あとこのレジェンズリミティッドのご飯、これ強いん。かっこいいけどね。ちょっと育成だけパパッと済ませてきたんですけど、ゴジータあっさり出てしまったけど。でまああとこの悟空とか、まあいろいろいて、人造人間コンビ何入れてるか忘れたけど、強いんかなっていう感じかな。シャロットとかも全然まだこんなんすよ。スーパーサイヤ人やっとなったぐらい。レジェンズリミティッドで言ったら合計リーチに、あそうそう、さっき当たったフリーザ、これも強いんから7体になりました。これリセマラするべき。でももうゴジータ当たっとけね、これ。ちょっとわかんないんでコメント欄で教えてください。はい、というわけで初のレジェンズ動画でしたが、いやちょっと神回すぎた。また今後もレジェンズの動画も出していきたい。ドッカンバトル七夕控えてますが、ちゃんとスタンバイしてます。そちらも楽しみにしててください。やっぱりゴジータしか勝たん。